どうも、くまです。カンパニをやっていこうと思います。今日やっていくのは、これですね。ことぶきハンマー2017プラスを使って、開発をしていきたいんですけど、最終的に本日20日ですが、新規の星5が手に入らなかったので、まあ、最後のチャンスをかけて、まずは社員採用やっていこう。社長、頼む。星5来い。まあ来ないわな。一人だけ、まあ来ないわな。採用するの？可憐な歌姫採用。それじゃ、いやー、じゃあどうしようかな。今までいる星さんの子たちの武器を作るか。でもな、作ってもなってところがあるんですよね。まあまだちょっと諦めずに妖精も交換しよう。ワンチャンね、妖精もね、妖精も結構星5来るんだよね。来るときはどれどれ。ああ、まあ、この人を採用するの？選び直すことはできないから注意し、ニナールへよ。採用了解。なんか一時妖精から星5が結構出てた時期があって、まあそん時はね、いやー来ないか。この中からこの、やっぱ来ないかな。厳しいか。採用了解。いや、まだある。まだある。まだ戦える。まだ5枚もあるからね。あー、はいはいはい、はい。この人を採用するの？ヒルダ、ヤーデ、採用、了解！オッケーオッケー。次行こう。あー、はい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 。この人を採用するの？魔導士、ヘリシ、採用、了解！来ないかな。ああ、はいはいはい。もういいよ、星1でもいいよ。採用了解。あんまこのね、星2と星1、そんなに素材数も大きくは変更がないんで、まあどっちでもいいかな。お、どんな人のこの中黒封筒来たけど。だけ選んでね、なるほど。なるほどな、星さんな。星さんはいらんのだよ。最低限星4だよな。さあ、ラスト。お！この中から一人だけ選んでね。はい。ああ、まあ星4な。この人を採用するの？まあまあ星4オッケーだな。すごい人を採用したね。オッケー。了解。じゃあ使おう。初めてことぶきハンマープラス使うな。7分間かなり短いですね。じゃあ併用して、まあこれも使おう。じゃあ一気に行こう。一気に、そうだな、まず作るのを見よう。何あったかな、専用武器。あ、ルーラソード、モニク、あとは、あ、挽回、葵ちゃん、弓はないね。ポリアローとか違うもんね。盾もないね。うん、斧もない。お、これあるね、ティナ専用。これもないね。あと、オーサとイエリンね。オッケー。この辺をババッと一気に作っていくんで、いくぜ。さあ、行こう。じゃあまずはモニク、ルーラソード。7分間わあ一発やばいね。挽回、さすがだわ。あ、プラ2ね。はい。あ、やばい、素材なくなった。やったね。プラ2か。いや、でも一発でやっぱできるんだよな。もう素材は回復しましょう。オッケー、使おう。挽回。あ、プラ2か。あ、挽回硬いね。ちょっと変えよう。じゃあこのヒーラーの子、あ、ヒーラーの子も硬いね。じゃあラブラなんかなんか、やったね。
あー、1本だけか。じゃあ最後にアクセちょっと作ろうか。アクセって効果あんのこれ。え、回復までするか。やったね。いや、じゃあ社員採用一発やろう。 今まだ金ポスあるよ、ね、社員ストーンが余ってるの。それじゃあめんどくせえ、もっと採用しなきゃね。やばい、7分間終わっちゃうよ。いいや、社員採用はちょっと後でやろう。まずはこれ作ろう。そうだな、アクセス作ってみるか。回復。うわ、高すぎね。いいや、一回補充してみよう。一叩き、一シャインストーンか。あ、プラスできた。オッケーオッケー。まあ、合身一発できればいいわ。じゃあもう、シャイン採用に使っちゃいましょう。シャインストーンが余ってるの？それじゃあ、もっと採用しなきゃね。ああ、まだ、あれか、枠がないのか。ちょ、ぐだってんな。いや、でも、星さんが2個できたんで、これは大きいっすね。オッケー。今日の履歴、社員ストーン、さすが。どんな人なんだろう。この中から一人だけ選んでね。ああ、星四か。この人を採用するの。まあいいな。星四でも。ハーモニスアクスとも。ああ、了解。はい、それでは結果見てみましょう。まあルーラーソード、星さんじゃねえ、プラさんできましたね。で、他はちょっとできませんでした。まあ、叩いた数も少ないっていうのもありますね。で、アクセ。はい。更新、プラ3できました。まあ、やっぱりね、このハンマー、プラ2以上しかできない感じですね。本当は一気にプラ3ババーっと作りたかったんですが、まあ、しょうがないんかな。やっぱこの、ことぶきハンマープラス、すごい効果だなというのが、まあ、感じれましたね。それではご視聴ありがとうございました。